はい、ということで、まあ、海外の人を話したんで、次日本人選手。日本人選手は大きく分けて、まあ、僕まあ4人ですね。さっきの海外の選手と同じ4人。1人目は、西村海斗選手って去年、一昨年か全日本チャンピオン2連覇してるわけですね。で、まあ、今年世界大会で言えば日本のエースとして出場する選手なんですけど、もともとラグビーやかな、ラグビーやってて、まあ、やっぱり身長体重も自分よりちょっと大きくて、体重も自分よりまあちょっと重いんですかね。あの体がとにかくもうフィジカルが強くて、まあ、それを生かした国でっていう選手ですね。僕ね、高校生の頃一回やったことあるんですよ。ただまだね、西村選手がね、まあそれこそラグビーやってて復帰したての頃、高校生の大会だったんですけど、まあだからなんていうんだ、そんな稽古もしてなかったと思うんですけど、でも僕一回下段で吹っ飛ばされましたからねまあでも判定的には僕勝ってたんですけど、ただやっぱりあのそのポテンシャルで僕なんかずっと空手やってるわけだから、それなのに一発下段バンって吹っ飛ばされたりとかして、あのしっかりその さっき言った海外選手にまあ、どう立ち向かうか。多分西村選手はね、ルジン選手に確か負けてたはずなんですよね、去年かなんかね。ああ4年前の世界大会かな。だからしっかりそこでリベンジ果たして、まあ、やっぱり日本人選手が勝って、やっぱり空手っていうのはね、あのどんどん人気が出て、やっぱ空手ボックとか言われてこういう歴史がありますから、ここでも王座だあの死守していってほしいなっていうのは思います。で、2人目が新田翔輝選手ですね。新田選手は、まあ、僕が4年前、世界大会出た時に、その時代って、まあ、4強って言われてたんですよ。4強時代ってあって、この前あの YouTube でコラボした高橋選手と、まあ、自分と新田選手と、まあ、今は引退されたんですけど、僕が全然勝てなかった鎌田選手っていうね、この4人で、まあ、4強時代って言われてて、ね、まあ、そのうちのまだ唯一現役でね、この4強時代と生き残ってるのが新田選手で、去年2、3年ぶりに全日本大会復帰して、4位だったと思うんですけど、まあ、あの復帰戦で4位でね、やっぱり、まあ、ベテランの強さを見せしめたと思うんですけど、やっぱりね、世界大会って8回ぐらいやるじゃないですか。それこそもうフィジカルも大事だし、やっぱ経験がものを言うっていうかね、全日本大会って、まあ、7回戦やるわけですよ。で、2日間で、初日2回の、2日目で5回やって優勝決めるんだけど、世界大会8回戦なんかプラス1日入るんだけど、これね、みんな、いや7回と8回は変わんないだろうって言うんだけど、やっぱ3日間やるのと2日間やるのって全然違うんですよ、気持ちのモチベーションが。っていう意味で言えば、やっぱりね、経験がものを言うっていうのも世界大会の一つの見どころなんで、そういう意味で言えばこのベテランでやっぱ日本のトップを走り続けてきたこの新田選手が、逆に言えば世界大会ではその優勝に向けて一番必要になってくるんじゃないかなって、日本が優勝するにあたって一番必要になってくるんじゃないかなって思いますね。まあ、一緒に戦い、一緒に日本のトップで4年前この4強として戦ってたこの新田選手には僕は一番期待したいっていうか、あの楽しみなところではあります。で、次に加賀武選手っていう選手がいるんですけど、去年は、ベスト8だったのかな、1回3位になってるのかな、全日本大会。これはね、僕が小学生の頃からずっと同じ道場でやってきた仲間なんですよで、僕、まあ、一個上なんですけど、まあ、地元も一緒でね、本当になんて言うんだろうな、道場以外でもよく遊んでたぐらい仲良くて、まあ、後で言うんだけど、これもう一人の選手なんだけど、石崎選手っていて、この石崎選手と僕と加賀選手っていうのは、もう本当仲良く、もう道場ではもうなんかもうライバル視して、競い合って、道場終わったらなんかみんなでご飯食べに行ってとかっていう、小学生の頃からそんな仲良かったんだ。そう、もう幼馴染みたいな人なんだけど、今もやっぱり現役でこうやってやってて、今年世界大会2人とも出場権得てるんで、ほんと頑張ってほしいなっていう。で、加賀選手にとっては、まあ、中量級から80キロ半ばぐらいの選手なんですよ、体重が85キロぐらいなのかな。で、身長もね、173ぐらいなのかな、180はない選手なんだけど、まあ、フィジカルとかもちろんその重力よりはやっぱり怠る部分はあるんだけども、ただ世界大会の歴代優勝者見ると100キロ以上が勝ってるとって意外と少ないんですよ。13回なのかな、今年第13回世界大会で、まあ、今12回だから、で1人2連覇してる師範がいるんで11人の世界チャンピオンがいいんだけど、それをなんか割合でやってても多分重量級の割合は4割ぐらい、その80キロから90キロ台ぐらいが多分4割、
から5割で軽量級で1割ぐらい、軽量級中量級が1割2割ぐらいだから、意外とその世界大会っていうのはフィジカルはもちろん大事なんだけど、それもやっぱ大事なものがあるかもしれない。それは分かんない。そういう意味では加賀選手っていうのはそこに勝る何かがあると思ってるから、自分ともよくやってきたし、もう自分の中で言えばなんで優勝できないんだろうなぐらいの強さを持ってるから、まあ、ここでしっかり優勝してほしいなと思うし、まあ、なんて言うんだろう、まあ、これはね、自分のこうなんか YouTuber 上田美京とか総合格闘家上田美京というよりは、本当普通の素の上田美京としてもう本当に頑張ってほしい。4人目はそのさっき言った石崎恋之介っていう選手ですね。これは、ね、僕同級生で、もう試合も何回もやってることあるし、まあ一番仲いい選手なのかな自分で言えば。まあこれも身長170ないぐらい、あんのかね、170ちょうどぐらいで体重80後半ぐらいなんだけど、まあ打たれ強い俺一回も腹とかでなんかうわーってなってるの見たことないもん本当に自分は良くなってたんですよ、腹とかでもうわーみたいな石崎選手に限ってはね、ない本当にこれそんな打たれ強いんだ、いつ効くんだみたいな。だからそういうやっぱり打たれ強さっていうのはやっぱ8回においては蓄積ってあるから、やっぱそういう打たれ強さが一つの武器になると思うから、あとはやっぱり、ね、下段が強いんで、もちろん世界チャンピオンになる人って上段蹴れてなきゃ絶対ダメなんだけど、ただそこに依存しすぎて下段蹴りがぴょこぴょこなんて言うんだろう、なんかちょんちょんちょんって蹴る人が多くなってきちゃってんです今の日本人選手って。だけど石崎選手ってちゃんと構えてバチッバチッって蹴れるから、そういう選手ってやっぱり海外に強いんですよ。やっぱ強い下段蹴れる日本人選手が最近いなくなってるなっていうのは正直あったんで、石崎選手に限っては強い下段蹴れるんで、まあ、そこは海外選手とってはすごく武器になるし、いいところまで絶対行ってくれると思うから、まあ、しっかり優勝を目指してやってほしいなっていうのはそれは思いますね。はい、ということで日本人選手は西村選手、新田選手、加賀選手、石崎選手、この4名です。まあ、あとはね、また選手代表決まったりとか、トーナメント出たらまたまたさらにもっと深掘りしたね、予想できるんで、とにかく今自分が語れるのはこんぐらいかなっていう感じですね。日本人選手がやっぱりリーダーシップ取んなきゃいけないわけですよね、母国として。それをやっぱり死守してほしいし、まあ、絶対に頑張ってほしいなっていうか、こんなところで YouTube は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。おっす。